神田千明神田千明は青森県下北郡東通村知里屋崎周辺に放牧されている馬。厳しい冬にも耐えられるたくましい体格の馬である。南部馬の系統で足が短く胴が長くてずんぐりしている。現在の形になるまでにブルトン種などの外来種との交配がなされた。下北地方の沿岸地帯には南部馬を先祖とする田辺馬が江戸時代後期から 森岡藩の政策によって、四季を受け付けと称して、終年放牧されていた。田辺馬は、比較的小柄であったが、寒さや粗食に耐え、自給力に富んでいた。藩政時代から昭和にわたり、軍用馬の育成のために、外来馬と交配し、大型の体育へと改良された。しかし、戦後は、農業の機械化が進み、農工馬や、0役馬などの需要が減っていった。 昭和35年以降は、大型肉用馬である、ブルトン種との交配が進められて、現在の姿に改良された。放牧されており、観光道路を歩いていることもよくある。寒気と卒食に耐え持給力に富む、農用馬として徴用されてきたが、1995年には9頭まで激減した。しかしその後の保護政策により40頭ほどに回復した。 神田地名及びその生息地は青森県の天然記念物に指定されている。かつては乗っ放し馬と呼ばれたが昭和45年にシリア小中学校の岩佐務校長が年頭の書き染め会で篠の目にに勇いななく神田地目畜氏が原の嵐物川と呼んで以来神田地名と呼ぶようになった。管理ツカモシカが当期に 山地の高いところで長時間雪中に立ち尽くす様を表す、またぎ言葉で、陶器、寒風吹きしさぶリアやの雪原で乗っ放し馬がじっと立っている様子がそれに似ていたことから、神立目と呼んだ。シリアさ周辺は陶器閉鎖され、あたかと呼ばれる、放牧地で冬を過ごす。なお、神立目は農用馬であり。 放牧地の許容等数と近親交配による弱体化防止等の適正管理のために青森県畜産農業共同組合連合会が取材する馬市場へに出品される場合がある。よく誤解されるが東通村は神田地名の所有者ではない。ありがとうございます。